皆さんこんにちは。今回はドギーボックス9月号を紹介したいと思います。中身はこんな感じになっています。今回のテーマは何でしょうか。説明書を確認してみましょう。9月号のテーマはバブルバスデイだそうです。お風呂関係の用品が入っているのかな。1品ずつ中身を見ていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってくださいね。まず最初にこちらはローズヒップソープ。有機栽培のハーブなどで手練りされた石鹸です。全身の洗浄やお散歩後の手足の洗浄に使用できます。とてもいい香りがしますよ。ミルクさんも気になっていますね続いてこちらはシャンプーボトル型のおもちゃです。ボールが入っているのでボール遊び好きの子には人気が出そうです。そしてこちらはシャンプーハットのおもちゃです。中におやつが入れれるようになっていますよ。続いておやつを見ていきましょう。こちらはフリーズドライチーズです。タンパク質やカルシウムが豊富な一品となっていますよ。早速揚げてみましょう。待てミルクさん、すでにフライングしていますねフライングしちゃうほど好きな味みたいですね。続いてこちらはフリーズドライマグロです。 DHA や EPA が豊富で腸内環境を整えてくれますよ。早速揚げてみましょう。よし、メロさんがとても美味しそうに食べていますよ。すごくいい音がします。続いてこちらは豚ハツジャーキーです。ビタミン B が多く、毛づや改善に効果的ですよ。早速揚げてみましょう。よし。こちらも美味しそうに食べてくれました。せっかくなので、シャンプーハットのおもちゃにおやつを入れてみたいと思います。2匹とも一生懸命に探していますね。人気なおもちゃになる予感がします。せっかくなのでバブルを作って記念撮影をしてみました。メロさん少し怖がってるかな最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価していただけると大変嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。ドギーボックスさん、ありがとうございました。